はい、ということで始まりましたシャカですチャンネル。いつもご視聴本当にありがとうございます。私、神と人間の博士、その名もシャカです。デビル剛健だ。今回はまた剛健さんが持ち込み企画ということで、その通りだ。今日はな、抜き打ちスノーマン全員の名前と誕生日わかるかテスト。今波に乗ってるスノーマン、はいねえ、これもエンタメ人だったら名前と誕生日ぐらいも分かっちゃうよねっていうことでだね。はい、まあ共演したことありますからね。共演はしたことあるよ。失礼に値しちゃうからね。9人ですよね。そうだよ、ちょっとあやふやになってきてるな。9人だよ。もし1問でも失敗したら即引退だ、実家に帰れ。まあまあまあ、いきなりね、抜き打ちといってもこの俺もちょっとした優しさがあるから、あるかい。10分ぐらいは復習の時間を設けて、ありがとうございます。勉強しやすいようにそれぞれのね、プロフィール写真と名前、生年月日が書いてあるものを用意した勉強タイムスタート。この人かっこいいんですよね。名前もね、ちょっとホストっぽいんですよ。この人かっこいいですよ。目黒蓮さん。そう、蓮さん。ああ、本当。蓮っていう名前がまたかっこいい。はい。ラウールさん、この方一番若いかな。一番若いですね。2003年。似てるなんてよく言われますけど、似てねえわ。こんなかっこよくないですから。e-girls の全員の名前をテストするっていう、その時は漢字間違いがあったっていうね。ラウールさんぐらいだよね、その漢字で失敗することがないっていうね。さあ、来ましたよ。それでは第1問はこの方、バーン。さあ、はいはいはい、スノーマンのリーダーですから。おお、この方はこちらです。岩本光さん、誕生日は5月17日。正解。おー、さすがだね。当たり前ですから、リーダーだからね。その調子でいこうか。よっしゃ。さあ、第2問、この方だ。ほう、ん、はい、この方は、福沢達也さん、5月5日。もう一度お名前持っていただいていいですか。福沢、福沢、深沢、そうです。深沢達也さん、5月5日誕生日です。正解。ました。危なかったけどね、今ね。いや、滑舌の問題です。3人目、この方だ。おお、僕会ってみたいです。ラウールさん、誕生日は6月27日。正解。どう、似てないな。4人目はこの方だ。はいはいはい、この方は、渡辺翔太さん、誕生日は11月5日。正解。よっしゃ。すごく声もね、イケメンなんですよ。あ、いいね。続いてはこの方です。はい、またまたかっこいい人が出ましたよ。出ましたね。この方はですね、向井康二さん、誕生日は6月21日。正解。一度でいいからこういう顔に生まれたかった。僕なんか馬顔ですからね。続いてはこの方だ。お、はい、この方、阿部亮平さん、誕生日は11月27。正解。人間の仮の姿の時のね、俺の名字と、そう、阿部さんとね、光栄だね。あと3人となってきたわけだね。まあここまで調子がいいということで、この方だ。まあこの方も黒髪似合いますよね。目黒蓮さん、誕生日は2月16日。正解。なんか花より団子とかイケメンが出てくる、絶対出てきますよね。次はこの方だ。ダンスがうまいんですよね。マスクでダンスがうまいか。火のつけどころがないわけだな。当たり前だよな。火つけるどうするんですか。つける場合もあるわけだ。宮舘涼太さんですね、3月25日。正解。クールな方多いですよね。喋ってると全然また雰囲気違うんですけどね。さあ、最後の一人となったわけだ。最初にも言ってるけど、ちょっと間違ったと地獄だよ。実家に帰るわけだ。埼玉。さあ、最後正解となるか、この方だ。こちらの方、佐久間大介さん、誕生日は7月5日。正解。この方も共演した。そうです。まあ写真より実物の方がどっちもかっこいいですけどね。そうなんだね。じゃあ全問正解ということでね。はい、ありがとうございます。頑張ったということなんだけど、まだ安心するのは早いぜ、シャカよ。まだ、お前にはもう一グループ、名前と誕生日を発表してもらおうぜ。もう一グループ。また1問でも間違えたらすぐさま実家に帰ってもらって、親の手伝いしながらコンビニバイトだ。いいじゃないですか。その一グループとは、はい、ストーンズ。スストーンさんね、はいはい、いいでしょう。よし、次回ですね。じゃあそうだな、しっかりお前が覚えているかどうかチェックしてやるぜ。お楽しみにということで、また次回の動画でお会いしたいと思います。さようならです。シャカです。シャカリキシャカシャカシャカです。シャカです。お姫様たちよろしくよろしくです。シャカリキシャカシャカシャカです。あなたと未来仕上げてゆきたい。シャカリキシャカシャカシャカです。寝る前いつもよろしくどうもです。シャカリキシャカシャカシャカです。あなたと未来仕上げてゆきたい。シャカです。